はい、どうも不明だよです。今回ですけれどもリーク情報来ました。ピックアップガチャのリーク情報来ました。ということで、ジョンプリさんからで、の情報なんですけれども、ぜひねツイッターフォローよろしくお願いします。私の、YouTube チャンネルとですねツイッターのフォローの方もぜひともよろしくお願いいたします。で、まあ明日からね、ピックアップガチャが開催するんですけども、リーク情報を見ていきたいと思います。マジホリデーベイマックス入ってる。ホリデーベイマックス入ってる。しかもラスト賞雪だるま作ろうやないかい。いいね、やっぱりスクルージ入ってますね。いいっすね、なかなかいい、感じでございます。ホリデーベイマックス、サンタジャック、スクルージ、ラスト賞曲付きで、キュートアナですね。で、12月26日までという、開催期間となっております。なんで3日間ですね。24、25、26と。じゃあ23、23、24、25、26、4日間じゃん。ピックアップ今回長いっす。長いじゃん。なんで？なんで？はい。で、積みリスト見ていきましょう。クリスマス積みを集めたピックアップガチャということで、まあそうだよね。あ、スクルージやっぱ2体入ってます。ホリデーベイマックス2体、サンタジャック1体、スクルージ2体、ホリデードナルド2体、ホリデーマリー2体、クリスマスミッキー1体、クリスマスシリーズ全部1体ですね。いいね。ホリデーマリーも2体入ってます。やっぱあれですね。ホリデー系が、セレボで入ってなかったんで、まあやっぱり来ましたね。ちょっと、4年連続、まあラインナップは、同じなんですけど、クリスマス系がですね、いつも2体ずつ入ってるんですけども、そこを1体ずつ削除していって、ホリデーマリー2体と、まあ、ホリデードナルド2体と、ホリデーベイマックス2体がね、来てますね。これで合計6体で、ここが1体ずつ減ってるんで、まあ、まあ、ほぼほぼ予想通りですね。ラスト賞がちょっと予想と違ったんですけども、で、ホリデードナルド、ホリデーマリー、ホリデーベイマックスは、まあ、ボイス付き、曲付きではなかったということですね、今回の復活では。はい。で、まあ、こんな感じです。で、引くべきかで言うとですね、キュートアナがスキルマの方のみ、引いていただきたいなというところです。あと、スクルージーですね。スクルージーが15体でスキルマックスなんですけれども、まあ、ここで、まあ、割と育ちますので、はい、引く価値はあるかなと思います。で、クリスマス系なんですけども、クリスマスミッキー、クリスマスドナルド、クリスマスグーフィー、クリスマスミニ、クリスマスデイジー、クリスマスプルートとかですね、まあ、この辺、スキルマックスの方多いと思うんで、まあそう考えると、まあプレチケ6枚はほぼほぼ、まあ昔からやってる方であれば確定かなと思いますので、まあそこもね結構でかいかなと思います。で、俺多分キュートアナはね、スキルマックスじゃないんで、今回、スキチケには変わらないかなと思いますけども、まあ、スキルマじゃないのがホリデーマリーとホリデードナルドしかいないんで、まあ実質、3、4、12の12万消費で、あとは全部プレチケに代わりのラスト賞という感じですね。はい。という感じで、まあ予想はね、まあ当たったというところですね。はい。まあ基本的に皆さんは全スルーでよろしくお願いいたします。はい。という感じで、まあリーク情報としては以上かなと思います。はい。明日、皆さん、引かないでね。ということで、まあ、このね、ツイッターの方での、まあ、動画での恒例の話題検索、モンスターハンターライズ、これやるんですけど、皆さん一緒にやりましょう。配信します。ライブ配信すると思うんで、一緒に参加型でやるんで、一緒にやりましょう。大剣スラッシュアックスの戦闘アクション動画公開。自分スラーク好きなんで、スラーク使おうかなと。モンスターハンター、なんだっけ。アイスエイジか。アイスボーンか。あれ、スラーク使ってたんで、あと弓使ってたんですけど、体験はね、体験も使ってましたね、結構ね。ダブルクロスのエリアル体験とか、ブレイブ体験やったっけ、めちゃくちゃ強いよね。動画公開。まあ、映像公開でこれだけ話題になってるんかな。これ、チャークじゃないですか。笛ですね、これ。これがチャークですね。
はい、いいですね。全14種類の、武器情報が出そろう。っていうことは新武器は出ないんですか。新武器欲しいんですけどね、個人的に。はい、まあそんな感じでございます。モンスターハンターライズはこんな感じですね。あとは風間くん、風間くんってあの風間くん、自主回収珪藻土マット、自主回収、アスベスト入ったの。風間くんは何、月9のドラマの話なんかな。あ、いコロナ感染、声が出ない状、あれ今日出てなかったっけ。今日出てたよね、ジップ出てたよね今日ジップ。マジか、風間くん。いやー、コロナ感染者多いっすね、マジで。あの緊急事態宣言出した方がいいと思うんですけどね、本当に本当にやばくないですか、ここ最近のコロナ事情。本当にコロナで亡くなった方3000人超えたらしいですよ、国内だけでも。マジかよ、怖っ怖っ。はい、まあ、そんな感じですね。本日の話題はモンハンと風間くん、あとは珪藻土マット自主回収、珪藻土マットの回収、ニトリのやつかい。俺ニトリの珪藻土マット使ってるんやけど、あれ違う、ニトリだったかな、ニトリかフランフランどっちかなんですけど、で確実に一つ言えるのは、数年前に連れがまあ結婚して、で新築の家建てたんで、その新築祝いで俺ニトリの珪藻土マットをあげたんですけど、快適サラサラバスマット2016年、俺あげたんじゃないこれ俺これあげたかもしれん、ここ最近の。え、コースターとかにも入ってるんや、ニトリやってしまいましたね。そうか、まあそんな感じです。ニトリやばいっすね。はい、という感じで本日の、まあ話題、トレンドはねこんな感じでございます。はい、またまあピックアップとかの積むのね動画とかも上げたいと思いますので、お楽しみにしていてください。はい、ということでピックアップのね最新情報ということになりました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方もぜひともよろしくお願いいたします。それではバイ。